そばかすが可愛いオージーは優しい女の子の機関車なんだ。赤紫の大型機関車のケイトリンは競争が大好きな女の子なんだよ。ハラハラドキドキする山に登ろう。インドから来たとっても綺麗なボディのアシマは明るくて元気な女の子なんだよ。四角くて茶色いボディのトビーはとても仲良しだけどちょっと怖がり屋さん。世界中のいろんなものを見てみたいな。力持ちの真っ赤なクレーン車のロッキーは脱線した機関車を持ち上げて助けてくれるんだ。ミアはケニアから来た女の子。元気でオレンジ色のボディが綺麗なんだ。赤くて大きな機関車のヨンマオは勇敢で僕も助けてもらったことがあるんだよ。僕はトーマス。小さいけれど働き者で頑張り屋なんだよ。エドワードは真面目で働き者。とても親切で優しい機関車なんだ。僕が一番だ。ヘンリーは特別な石炭を使って走る大きな機関車だよ。威張っているけど本当は優しいゴードンは急行列車を引いているんだ。一番役に立つ機関車になるぞ。ピカピカの真っ赤なボディの機関車はジェームズ。とっても綺麗好きなんだ。僕の一番の友達はパーシー。郵便配達が仕事なんだ。役に立つ機関車になりたいなぁ。